これが最後の石碑だわ。画像が届きました。内容を伝えますね。残念なことに、我がここにたどり着いた時には妻の死からすでに1年が経っていた。我はその亡骸すら見つけられなかった。唯一の形見である顕炎剣も所在が分からず、我ができるのはここに石碑を建て、彼女の偉業を語り継がせること、そして彼女の最愛なる精鋭長の彫像を彫り、彼女のそばに永遠にいさせてあげること。それって全部？はい。でも遺体が消えたってことは、その遺体の精魂も消えているってことよね。くそ、まさかここまで来て無駄足だったとは。姫子、大丈夫かな。まさか彼女にもこんなにすごい落ち込む時があるなんて。そうだ、あそこの彫像が精鋭彫ってやつでしょ。ちょっと調べてみようよ。彫像？石碑にも記されていたでしょ。精鋭が導いてくれるって。もしかしたら何か秘密が隠されてるかもしれないよ。